あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。まず質問を読んでいきましょう。先生こんばんは。私はお風呂で寝てしまうことがよくあります。先生も風呂場でアイデアが思いつくとおっしゃっていましたが、風呂場が私も落ち着きます。ずっとお風呂で生活していると運気が下がってしまうとか、そんなことはありませんか？はい、質問ありがとうございます。ずっとお風呂にいたい気持ちはわかりますね。僕もシャワーだけではなく必ず湯船に使う派ですから、ずっと使っていたい気持ちもわかりますが、お風呂は案外危険でございます。先ほど相談者様がお風呂で寝てしまうと書いておられましたが、浴槽で寝るのは非常に危なくて、ネット上で調べましたところ、入浴中の死亡事故というのは年間に約1万4000件も起こっていると言われています。その中には湯船でうとうと眠ってしまったというのもあればですね、ヒートショックのようなケースもあります。実は僕たちが入浴中うとうとして気持ちいいなって感じながら寝てしまうというのは、あれは睡眠ではなく脳が酸欠状態になってしまって失神気絶しています。ですからそのままお風呂の中にブクブク沈んでいって気絶ですから起き上がることができません。で、溺死してしまいます。ですからこのような事故が多いので、本日はそれを避ける方法を相談者様に伝えていこうと考えています。まずお風呂に入る時の状態ですね。めちゃくちゃ眠たい時とか、飲酒、お酒を飲んでいる時、あとはご飯の後とかは寝落ちする可能性が高いので、湯船に浸かるのはやめてシャワーだけで済ます方が賢明でしょう。お酒を飲まれる方はよくお酒を抜くためにお風呂に入るとか、サウナに行くっていう人いますけども、あれはどうやらお酒を抜く方法としては間違いらしいので、絶対にやらないようにしてください。今のような状態でどうしてもお風呂に入らないとダメな場合は、家族にお風呂に入るよと伝えてから入って数分経ったら声掛けをしてもらうようにしてください。起きてるとかね、大丈夫的なのでいいので、風呂入って10分経ったらちょっと確認してね的な一言を言っておくといいでしょう。その他は湯船から急に立ち上がるのは絶対にダメです。これは血圧が急激に下がって失神してしまうことがあります。その他は冒頭で話しましたヒートショックですね。ヒートショックは温度変化から起こりますので、寒い風などは風呂場に入る前の脱衣所をまず温めておいて、寒いところからお風呂場にダイレクトに入るというのを避けておいた方が無難ですよね。お風呢に入って疲れを癒したいという気持ちは重々よくわかりますが、疲れすぎている時はダメと覚えておいてください。体力が十分にある時だけお風呂に入って湯船に浸かる、それ以外はシャワーで済ますというのが賢明でしょう。1年間で1万4000人もね死んでるという話を聞くとバカになりませんし、普段入っているお風呂でね危険な目に遭うわけないという油断が一番禁物でございます。当チャンネルのシステムエンジニアメンサ君もお風呂でよく寝るんですよって言ってくるので、ちゃんと僕も注意をしておこうと思います。はい、ということで本日はお風呂で寝ると危険を話させていただきました。本日もありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石。質問いつでもお待ちしております。